ピンを手のひらで回転させるのをパームスピンというものです。まずはハーフパームスピン、半回転から内側に巻き込んで外側に回す、内側に巻き込んで外側に回す。慣れてきたら1回転で、この時に手の甲を1点で回すと回しやすいです。手がこうグッと曲がってたりすると引っかかって回りづらいので、手をピッと開いてください。パームスピンです。次、デッドトス。デッドっていうのは回転を殺すっていう意味で、回転してないことをデッドトスって言います。右から左、左から右で、だんだんと慣れてきたら距離を出してください。次に1回転、ピンを1回転させてキャッチ、反対から、これもだんだん距離を出してください。この予備動作が大事になります。くる。くる。慣れたら2回転で。この時に、真横から見た時にピンがぶれないようにきれいに飛ばすのを意識してください。次に、リバースフリップ。今こっち側の回転を右からやったんですけど、逆回転、こっちから回します。で、右手で投げて右手でキャッチ、右右一回転でキャッチできるようになったら反対転で、これができると注いだ後に液体が入った状態でもフリップすることができます。次はピンロール。手のひらにピンを持ってそのまま転がします。慣れてきたら手を中に入れてあげるようなイメージで転がすと、手が平行になっててもピンが転がってくれます。で、次に手の甲側から回します。この時にちょっとだけ手前に引いてあげる、だけ手前に行く。で、今この重りが手前側にあるので手前側に落ちてくるんですけど、後ろ側になってると後ろで取れます、はい。次、ビハインドザバック。背中の後ろで取るのをビハインドザバック。まずはデッドトス。取る時の手の形に注意してください。これも体をひねって取るようなものよりもその位置に投げてあげるようになると綺麗になります。で、距離が出れば出るほど綺麗なビハインドザバックができます。次、ビハインドザヘッド。頭の後ろで取ります。この時にリバースグリップになるような、はじめのうちは顔の前で取って後ろに流す。慣れてきたらこの距離を出して完全に頭の横で取る。ビハインドザヘッドです。